カウントダウンライオンキングをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。ムハサ役の宇都宮正智です。ザズー役の雲田隆弘です。福岡ライオンキングも残すところあと20回となりました ね。 そうですね。名残惜しいですけれども、はい、今日はここ福岡シティ劇場と東京の春劇場でしか買えないライオンキング人気グッズを紹介したいと思います。はい。いやー、たくさんありますね。そうですね。いやでも今日暑いですね。暑いですね。あー、本当暑い。ムハサさんもこれ売り物ですので。あー、ごめんなさい。600円ですね。あ、そうですね。後で買い取ってください。はい、ありがとうございます。はい、それでは、ここ福岡シティ劇場の売れ筋ランキングをご紹介いたしましょう。まず第3位は、ダガ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 ダ、バン、ハンドタオルです。あ500円から600円とお値段もお手頃、肌触りはいかがでしょうかね。いや、もう最高ですね。あですね、汗かきの我々にはもってこいですね。そうですね。皆さん買ってください。はい、続きまして第2位は、ダガ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 ダ、バーン、お菓子です。お菓子のつまんないな。あららら、はい、これはクレープロールと、はい、こちらクッキーになっていますね。はい、そうですね。中こちらはこのような、ライオンキングのロゴが入ってるんです。食べちゃう。さすがライオンですね。あの袋を開けてくださいね。はい、お願いします。はい、そして第1位は、ラララッダーン、 T シャツです。すごいですね、ライオンキングのロゴの入ったこの T シャツ。いいですね、かっこいいですね。はい、かっこいいですね。じゃあ着ちゃおっと、はい、さーて、あー、気を着てレッスンでよっと、あーで、着れねえじゃねえか。おう、いいですね、ムハサ様の一人ボケツッコミ入りました。ありがとうございました。じゃあ僕は着ちゃおう。いい、これはいいですね。いいです、着なくていいです。皆さん買ってください。はーい、よろしくお願いします。いやー、グッズがあると感動がまた蘇ってきますよね。そうですね。はい、では福岡サバンナでお会いしましょう。